個人の腕一本でですね、はいはいはい、まあ、ヘッドハントをされてやって、はい、特に日本においてはこの部分こそが足りないのではないかというふうに今思いましてですね、スタートアップ同士 TV。 はい、皆さんこんにちは、スタートアップ投資 TV のガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組をヘンゲさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。ヘンゲさん、いつもお世話になっております。今回ですね、改めてご出演いただくのはエンジェルブリッジから代表パートナーの笠井さんにご出演をいただきますので、改めて笠井さん、よろしくお願いします。オンラインでは笠井さんとお話しさせていただいたりですとか、投資検討等も既存の投資先にもしていただいたことあるんですけれども、初めて対面という形式でお話しさせていただきまして、改めていろいろとちょっと砕けたご質問もさせていただければなと思うんですけれども、もともと笠井さんってそれこそまあご出身というかご経歴で言うと、どういう経緯でそのまあ新卒のキャリアみたいなところって歩まれ始めてるんですか？うん、私の実は両親も祖父もですね、はい、大学の先生だったと、教授だったということもありまして、アカデミックなファミリーで生まれ育ったというのがあります。はいはいはい、両親ですね、あの言語学者だったと。はいはいはい、今のお仕事とは全く関係ないんですね。全く関係ないんですけども、はい、まあ、例えば小学生の時の、まあ、食卓の会話とかがですね、はいはいはい、君は好きと君が好きの違いは何だと。で、まあ、小学校1年生なので全然わかんないんですけれども、和とがの1文字の違いだけで1時間こう議論が始まって、でかつ最後は人間とはみたいなところで終わるというようなですね、まあ家庭で育ちました。はい、物事の真理を探求するとか、真理を見出すであるとかということがやっぱすごく価値があるなというようなですね、まあ価値観がありまして、私もですね、ずっとですね、大学の先生、はい、研究者になりたいという思いで実は育ってきました。ご両親ともにってことですもんね。そうです、そうです。生物とかバイオとかの、はい、まあ、可能性がすごく大きいなというところがあったので、うん、東大の大学院に進んでですね、稲の遺伝子組み換えの研究を実施してました。はい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 、はい、お両親は文系ですけど、はい、まあ本当にもう理系のキャリアをゴリゴリ歩まれてたんですね。そうですね、まさにサイエンスであるとか、うん、心理の探求であるとか、うん、まあ、そういったことがすごく好きだったんですね。うんうんうん、具体的に言うと乾燥に強い稲をですね、研究しておりまして、乾燥に強い理由となる遺伝子というのがあるよ、はい、見つけてきて、その遺伝子を遺伝子組み換えとかでですね、うん、コシヒカリに組み換えると、うんうんうん、そうするとコシヒカリが、まあ、乾燥地でも、まあ、育つよと、ゆくゆくは食糧難の解決にもつながるよというような研究を実はずっとしておりました。で、自分もですね、大学の研究者教授になりたいという思いで、うん、まあ、そうですね、はい、大学の時はすごくやってたということです。研究はすごく好きだったんですけれども、はい、実際にこれをじゃあどう世の中に出していくのかというところに関して言うと、まあ、大学の先生と比較的その辺に関してはですね、あんまりこう興味がないというところも、研究者さんですもんね、はい、ありまして、少しそこでまあ違和感を感じたということがありました。うん、そこからですね、いろいろ見ていく中でですね、私はそのマッキンゼーとかですね、はいはいはい、ゴールドマンサックスだとか、はい、そういうプロフェッショナル系のですね、会社って結構面白いなと思いまして、うんうん、結構研究者と近いなと、うんうん、まあ、仮説があって、うんうん、いろんな分析をして真理を見つけてきて、でそれが世の中的にもまあ価値を生み出す、はい、個人の腕一本でですね、はいはい、まあ、ヘッドハントもされてやって、大変だけれども、はい、やりがいのある仕事ではないかというふうに思いましてですね、そこからはもう研究者っていうのをですね、180度方向転換をしてビジネスマンになろうということで、コンサルティングファームであるとか、はいはい、外資系の投資銀行をまあ受けて、結果的にはですね、まあ、ゴールドマンサックスの投資銀行部門からまあオファーをいただいたので、まあ、そこに行こうということになりましたと。スーパーエリートコースを突き進んでるような気がするんですけど、ゴールドマンサックス時代といいますか、はい、投資銀行部門でどのぐらいお仕事されて、はい、まあ、何がきっかけでその転職をまたそのしていこうというふうに思われたんですか？ゴールドマンはですね、実は1年半しかいませんでした。はいはい、ゴールドマンはやっぱりすごく面白かったし、うん、やりがいがあったんですけども、M&A のアドバイスをするという、まあまあ、ところがあって、それはすごくいいんだけれども、うん、自分はもう少しこう主体者となってやっていくと、うん、どっちかっていうとまあプリンシパルというような方もしますけれども、はい、っていうところがまあ少し思うようになってきたと。ある案件のセルサイド、まあ、売却側のアドバイザーでついた時に、はいはい、まあ、回転にですね、そのプライベートエクイティファンドですね、うん、会社を丸ごと買収し、うん、ハンズオンで支援をし、なるほど、バリューアップをしたというプライベートエクイティファンドの、まあ、案件があったんですが、はい、非常にこの仕事は面白いなと。この会社の本当の価値は何なのかとか、うん、どうして売り上げが伸びるのかとか、まあ、まさに心理の探求的な部分があってですね、うん、自分はこっちの、あの仕事が非常に面白いんじゃないかなというふうに思って、はいはいはい、
ておりましたと。なるほど。でその時に買い手側だったのが当時あのベインキャピタルで、うん、ベインキャピタルがちょうどですね日本オフィスをまあ立ち上げたいと、まあ、いうことでですね、社員番号8番というような感じで私もベインキャピタルのまあ日本法人に飛び込んでですね、まあ、1年半というゴールが短かったんですけども、はいはい、これはちょっと飛び込んでみないとわからんだろうということで、まあ、思い切って、そこからまあファンドとか、はい、投資の道に入ったと。その時ちょうど26歳だったんですけど、はい、そこから携帯は買われどですね投資をずっとやってきているということになります。なるほどですね。ベインキャピタル時代はなんか例えばどういう案件を手掛けていらっしゃったりとかしてたんですか？はい、基本的には事業承継であるとか、はいはい、オーナー企業の方が後継者がいないので、うんまあ、会社を売却したいなという時に、まあ、よくファンドが出てきて買収し経営のですね、まあ、改善アプローチを通すことで、まあ、価値を上げていくと、そんなようなことをやっております。ベインキャピタルです、まあ、そういう案件を国内で手掛けていらっしゃる中で、うん、もう一度 P ファンドにあのまあ転職をしていらっしゃると思うんですけれども、はいはい、同じ業界である P ファンドに転職されたっていうのはどういう背景だったんでしょうか？はい、ございます。もともとアカデミックファミリーで育ったという影響もあるかもしれないんですけども、うんうんはいはい、まあ、長い人生ですね海外でやっぱり少し勉強などもしたいなという思いがあって、うんはい、あそっか。ベインキャピタルの後にですねシカゴ大学のまあ MBA をまあ取りに行きました、はいまあ、2年間ですね、うんうんその後にですね戻ってくるという中で、はいまあ、2年間 MBA でですね、はいまあ、海外で過ごしてたんですけどもやっぱり投資が面白いというふうにまあ改めて思いまして、でかつまあプライベートエクイティがですね非常にまあ楽しかったので、まあ、ユニゾンキャピタルというまあ国内の最もまあ大手のですねユニゾンキャピタルにまあ入ったと。で、まあ、ユニゾンキャピタルのですね創業者あの江原さんという方なんですけども、はいはい、あの江原さんもですねシカゴの MBA のご出身だったりとか本当にあの一緒に働いてみたいなというような思いがあったので、うん、MBA から帰ってきた時はあのユニゾンキャピタルに入ったと。なるほどですね。最近、まあ、シリーズ A 前後とかレイターステージを担当していらっしゃるのベンチャーキャピタルファンドさんって、うんまあ、採用活動するときにその MBA 出身の方とか、うん、監査法人出身の方って、まあ、多数いらっしゃるかなと思うんですけど、それこそ外婚外姻の方も多いですね、うん、MBA で学んだことが、うん そ, のまあ、その後のユニゾンキャピタルさんで、うんまあ、すごく生きたりですとか、うん、エンジェルブリッジさんで生きてることってどういうところで体感していらっしゃったりとか、うん、学校でいろんなケーススタディを学ぶことを通して、うんまあ、こういうビジネスモデルが面白いだとか、はい結構突き詰めて考えますので、例えばやっぱりネットワークエフェクトが効くビジネスっていうのは、うん、勝てば勝つほど強くなるので非常に強固だよねとかっていうのもですね、うん、自然と考えるようになると、うん、習ってるだけだとあの全然ダメだと思いますけども、はい、やっぱそれを通じて自分なりの、まあ、思考をしていくということがですね、うん、やっぱ今の仕事につながっているなというふうにはすごく思います。逆にその上で、まあ、ユニゾンキャピタルさんに行かれて、うんうん、エンジェルブリッジさんを始めることになると思うんですけれども、はい、P ファンドとして、うんうんうん、あの投資をやられていた中でいきなりその VC 業界で起業をされるっていうのって、はいうん、そもそも起業が何でだったのかっていうところと、うんうん、その VC 業で起業されたっていうのはどういう背景だったんでしょうか？なるほど。留学してた時に、はいまあ、いろいろ考える中でやっぱ自分は何がしたいのかなということでですね、うんうん自分のファンドをいつか運営していきたいと、うん、独立したいという思いがすごくありました、うん、そのキャリアだとやっぱそうなりますよね。自分で勝負してみたいというのがすごくありまして、はいまあ、自分でファンドを作るというのがまず最初にあり、うん、でじゃあなぜ VC かというところで言うと P もですねすごく面白いんですけれども、うんうん、P の仕事っていうのは200の価値をですねやっぱ300にするような仕事なんだ。なるほど。 VC っていうのはやっぱり0から1、1から10というものをやる仕事で、特にこのやっぱ日本においてはこの部分こそが足りないのではないかというふうに今思いましてですね、うんうんうん、同じ投資家という立場であってもやれるですね、うんうんまあ、VC の方が面白いのではないか、やるべきなのではないかというような思いでですね、うん、エンジェルブリッジを2015年に創業したということでございます、うんうんはあ、もう6年目ってことですよね。そうです。僕の最初のイメージになんとなく合っていたというか、うん、スーパーエリート街道をいい意味でも歩んでいらっしゃるなと思うんですけど、笠井、うん、さんご自身がどんな方なのかっていうのがちょっとまあ見えにくいなと思いまして、はい普段ってどういう風に過ごしていらっしゃるというか、業界でいうとやっぱりまあサウナ行かれる人とかゴルフ行かれる方とか筋トレ好きな人とか最近だと釣り好きな人とかすごく多い気がするんですけど、笠井、ねはい、さんはなんかどんな趣味持ったりするんですか？私は実はあの小中高サッカー部で、はい、今でもですね結構フットサルに行ったりとか、なるほど、まあ、子供とサッカーしたりとか、うん、結構休日はそういう感じで過ぎ去ってしまいますね。スポーツマンなんですね。そうだと思います。逆にその界隈の人とかとはあんまりお付き合いとか、はい、プライベートとかもしないんです。サウナは数回しか行ったことないですし、はいはい、釣りはですね実は渓流釣りの方はやりますけど、はいはい、海はあんまりやらないですが、なるほど、なるほど。
海釣りとかで釣ったお魚を食べる会とかにですね、うん、まあ呼んでもらったりとかはあります。ありますね、はい、じゃあもしこれ見ていただいてる方の中で笠井さんとプライベート面でもちょっと踏み込んで仲良くなりたいなと、はい、フットサルを誘いしてみたりとかするのが一番もしかしたら良さそうですね、はい、ありがたいですね。あとゴルフもですね一応回ったりもしてますので、最近ベンチャーの社長もゴルフやり始めたってことが結構多い感覚はありまして、ね、僕も最近やっぱ初先輩方やってる人なんだかんだ多いですし、はい、うんうん、ゴルフやってる人最近周りに増えてきた感じがすごくでもしますね、うんうん、我々 の投資先の IT ベンチャーのまあ社長の方なんかもゴルフやり始めたっていうことがあって、はいはいはい、今度うちの投資先のメンバーと、はい、まあ、一緒に回るなんてことも、はい、それいいですよね、はい、なるほどな、なるほど。サッカーとゴルフを、はい、ぜひもし笠井さんとお付き合い、もちろんエンジェルブリッジさんもそうなんですが、笠井さんにそれこそコンタクトしてってなるとやっぱツイッター等で DM するのがいいですか。ツイッターで、はい、笠井さんのツイッターの URL もですね概要欄の方に記載をさせていただいておりますので、ぜひ気軽にといいますかコンタクトいただけるといいのかなと思っております。はい、次回はそんな笠井さんが6年間やられていらっしゃるエンジェルブリッジさんについてお伺いをしていきたいと思っておりますので、はい、改めて次回もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったなと思っていただいたらグッドボタンですとかチャンネル登録もいただけると大変ありがたいです。それでは次回もお会いしましょう。さよなら。